ニキア先生の目尻と眉間のボトックスが終了して1週間が経ちました。目尻と眉間の方を動かしてもらってもよろしいですか？はい。じゃあまず眉間にシワ寄せますね。このように、頭皮筋という筋肉が動きが止まりまして、シワが入らなくなりましたと。目尻の方をお願いします。目尻をこのように眼輪筋の動きが止まることでシワがなくなったと。これを続けることでシワがだんだん深くなることを抑えまして、これでシワができなくなるということでした。三木谷先生、ありがとうございました。ありがとうございました。またボトックス打つときは先生にお願いしますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。